藪の中。作芥川龍之介。語り下山義満。ケビン氏に問われたる木こりの物語。さようでございます。あの死骸を見つけたのは。 私は今朝いつものとおり裏山の杉を切りに参りましたすると山陰のやぶの中にあの死骸があったのでございますあったところでございますかそれは 山科の駅きからは45ちほど隔たっておりましょう。竹の中に痩せすぎの混じった人気のないところでございます。死骸は花田だの水管に都風の錆びえぼしをかぶったまま仰向けに。 なにし,しろひとかたなとは申すもののむなもとのつききずでございますからしがいのまわりのたけのおちばはすほうにしみたようでございます。いえちはもうなれてはおりません。きずちもかわいておったようでございます。 おまけにそこには馬ばえが一匹、私の足音も聞こえないようにべったり食いついておりましたっけ？タチか何かは見えなかったか？あい,いえ何もございません。ただそのそばの杉の根方に縄が。 一筋落ちておりましたそれから